できたー。ふふ、結構うまくできたわね。わい、わい、立派な砂のお城なんだぜ。ここが私たちのお城ね。あ、マリサ、次はあれで遊びましょ。お、プールか、いいね。プール、プール。あ、霊夢待ってー。ふふ、二人でちょうどぴったりだね。そうね、ちょうどいい大きさだわ。ねえ、霊夢、私たちいつまでも一緒だよね。どうしたの？急に。当たり前でしょ。私たち、ずっと一緒よ。うん、だよね。あ、そうだ、霊夢、次はいつものあれで遊ぼう。お、あれね、いいわ、かかってきなさい。負けたら勝った方のお願いを何でも聞くということで。はいはい、わかったわよ。よし、行くぞー。待ってー。覚悟はいいな、霊夢。かかってきなさい。ふっふっふっ、私の手札はズバリこれだ。じゃじゃん、フルハウス。これはさすがに勝てないでしょ。ふふふ、甘いわねマリサ。私の手札はロイヤルストレートフラッシュよ。な、なにー。ロイヤルストレートフラッシュはフルハウスよりも上ってことは、今日も負けた。全然霊夢に勝てないよ。そう落ち込まないで。たまたま私の運が良かっただけよ。またやりましょう。うん。あ、霊夢、約束通りお願いを。姫様。姫様、王様が姫様のことをお呼びでございます。今すぐ王室にお迎えください。え、お父様が？行きましょうマリサ。あ、お願いは。ふふ、マリサ、そんなのいつだって大丈夫よ。別に焦る必要はないでしょ。時間はいくらでもあるんだから。ね。うん、そうだね。よくぞ来たな。元気そうで何よりだわ、霊夢。一体どうされましたか、お父様。ふむ、実はな、霊のあれの期日が、もう目前まで迫っているのだ。霊のあれって、私たちのどちらがこの国の王を継ぐか、よね。その通り、私は病に侵されている。もう長くは持たないだろう。お父様。あなたたち、きちんと話し合いはしたかしら？この国の未来を、どちらが背負うのか。いや、それが、まだで。なんですって？ふむ、どうやらお前たちには、王族の子であるという自覚が欠けているようだな。だって、そんな難しいこと、急に。話は黙って聞くがよい。よかろう。では霊夢、お前が私に代わってこの国を統治するのだ。え、私が？ああ、そうだ。お前がなるのがふさわしいだろう。でもそんなの、私なんかに。拒否権はない。それが王族として生まれたこの定め。私の後を頼んだぞ。大丈夫だよ、霊夢。私も一緒に協力して。何を勘違いしておるのだ？え？霊夢が継ぐことが決まった以上、お前は不必要だ。今すぐこの城を出て行きなさい。何を言って。この国の王になれるのは一人だけ。それくらいあなたでもわかるでしょ。待ってよ、なんでマリサが追い出されなきゃいけないの？それなら私が出て行く。それはならん。話し合いの結果がどうであろうと、もともと長女である霊夢にこの国を継いでもらうつもりだった。え？じゃあどうして私たちに話し合いをするように言って。体裁を保つためだ。どうせ霊夢になるだろうと思っていたからな。感謝したまえ、一応お前が納得した形で決まるように仕向けてやったのだからな。そんなの納得できないわ。やっぱり私がここを出て。霊夢、物分かりのいいお前ならわかるだろう。これはもう決まったことなんだ。あなたには期待しているのよ。こっちの出来損ないとは違ってね。お母様、マリサのことをそんな。霊夢、あなたなら、わかってくれるわよね。申し訳ございません、お母様。私がこの国を、しっかりと引き継ぎます。ふふ、さすが霊夢ね。で、あなたはいつまでここにいるつもりかしら？話はこれで終了だ。さっさと出て行きなさい。わかりました。マリサ。今まで大変お世話になりました。お父様、お母様。霊夢、またいつか、どこかで。またいつかどこかで、ね。そんなの、一生来ないわよ。マリサ。私、捨てられたんだね。こっちの出来損ないとは違ってね。私、最初からいらない子だったのかな。結局、お父様とお母様は、一度も私の名前を呼んではくれなかった。もともと長女である霊夢にこの国を継いでもらうつもりだった。どちらにしろ、捨てられる運命だったのなら、私、何のために生まれてきたのかな。霊夢。大丈夫。私なら、きっと大丈夫。なんとか、
なるよ。それからほどなくして、王様が亡くなったとの知らせが国中に届いた。それと同時に霊夢が王の椅子に座り、この国を統治することとなった。私はというもの、人里離れた小さな町で、ひっそりと暮らしていた。お父様の政治は国民にあまり好かれておらず、私は身分を隠しながら生活するしかなかった。だが、お父様はもういない。これから霊夢がきちんとした政治を行っていけば、私も少しは居心地が良くなるだろうか。あれから1ヶ月か。霊夢、元気にやってるかな？お、手紙が届いてるな。一体誰からだろう？マリサエ、お元気ですか？あれから結構時間が経ちましたね。しっかりご飯は食べていますか？マリサはとてもしっかりしていますが、時々抜けているところがあるので心配です。私は、政治のことをあれこれ覚えるのに必死で、毎日大変な思いをしています。でも、マリサも頑張っていると思うので、私も頑張ります。よかったら今度、お城に遊びに来てください。客人としてなら、お母様も追い返したりはしないでしょう。またマリサとお話しできることを楽しみにしています。霊夢。霊夢。結局、来てしまった。追い返されるかもしれないのに、また惨めな思いをするかもしれないのに、霊夢に会いたくて来てしまった。待て、止まれ。お前は、一体何しに来た？お前はもうこの城とは関係ないはずだ。私は、あら、あれは、あれは、霊夢？マリサ、来てくれたのね。マリサ、元気にしてた？私は、この方と話してはなりませぬ。あなたは、どうして止めるの？マリサよ、話しちゃいけない理由なんて何もないじゃない。この城を追放されたこの方はもうすでに王国とは関係ありませぬ。何しに来たのかは存じ上げませぬが、速やかにお引き取りくださいませ。もう二度と来てはなりませぬぞ。わかった。おい、大変だ。また今日も食料が届いてないじゃないか。おい、また人が倒れてるぞ。最近多すぎないか？あの出来事の後からだろうか。だんだんと霊夢国王の悪い噂が目立ち始めた。国民の生活はますます貧しくなり、前の王様の方がよっぽどマシだったと皆が口を揃えて言うようになった。一体どうしたのだろう、あんなに優しかった霊夢が。そんなことを考えていたある日。おい、見ろよこれ。今度は毎月米10キロ献上しろだとよ。どうなってんだこの国は。赤いのが王様になってからやりたい放題じゃないか。最初はいいと思ったんだけどな。霊夢、一体どうしちゃったんだよ。霊夢、お元気ですか？お手紙ありがとう。お城で会った時、とても元気そうで、私はすごく安心しています。この村での暮らしはまだ慣れないけれど、私も元気でやっています。今度また、お城に遊びに行ってもいいですか？霊夢に聞きたいことがあるのです。お返事待ってます、マリサ。この手紙の返事が来たら、最近の様子のおかしさを聞きに行こうと思っていた。しかし、いくら待てども、返事が来ることはなかった。今日は、雨か。さっきまであんなに晴れてたのに、急に降ってきちゃった。おい。久々だな。また来たのか。霊夢に会わせてくれ。それはできない。話があるんだ。霊夢と話を。やかましいですぞ。二度と来るなと言ったはずでございます。一体何しに参られたのですか？霊夢に、一体何があったんだ？はて、何のことですかな？あ、霊夢。おーい、霊夢。霊夢、久々だね。元気そうでよかった。霊夢？死に、来たのよ。え？何しに来たのよ、マリサ。あんたの用なんて一つもないわ。早く帰ってくれないかしら？霊夢？そうだ、手紙は読んでくれたか？あれね、汚い字で書いてあってほんとびっくりしたわ。お母様の言ってた通り、ほんとあんたは出来損ないね。こんなもの、こうしてやるわ。嘘でしょ、霊夢。なんでこんなこと。いいから、早く帰って。
あんたの顔なんて、もう見たくもないのよ。聞こえませんでしたかな？霊夢女王様はあなたの立ち去りを望まれております。今後二度とこちらに立ち寄らぬようお願い申し上げます。霊夢。あなたと一緒に過ごした日々、すごく楽しかったよ。私は、楽しくもなんともなかったわよ。霊夢。霊夢、一体どうして？あんなにも優しくて、穏やかだったのに、楽しくもなんともなかったわよ。私は、霊夢のこと、大好きだったのに。霊夢だけが、私の支えだったのに。私、霊夢にまで嫌われたら、一体何が残るのかな？私には、何があるのかな？あんなこと言われたけど、それでも大好きだよ、霊夢。クックック、計画は順調に進んでいる。よくやったぞ霊夢。これでもうあいつは今後金輪際この城には近づかないだろう。本当にこうすればお母様を助けてくれるのよね？ああ、考えてやろう。だがもし私の言うことに従わなければ。わかってるわよ。ふん、妙な真似はするんじゃないぞ。ごめんね、マリサ。こんな私を許して。物心ついた頃から両親に嫌われ、霊夢だけが心の支えだった。いつも笑顔で優しくて、泣いている私をいつも励ましてくれた。でも、そんな霊夢はもういない。あの頃の霊夢は、もう私の心の内にしか存在しない。もう二度と、あの頃には戻れないのだから。霊夢。もう一度、会いたいよ。よし、誰もいないわね。なんとかしてこれを、マリサに届けなきゃ。マリサ、待ってて。って、うわ、あの羊。何かを調べてる？とにかくバレないように。あ。おい、そんなところで何をしている？しまった。あ、お手洗いに行きたくて。お手洗い？こんな場所のか？わかってるよな。もし妙な真似をすればお前の母親は。わかってるわよ。ならさっさと部屋に戻りなさい。二度と怪しい真似はするんじゃないぞ。もう少し見張りを強化した方が良さそうだな。マリサ、ごめんね。またトランプ？負けないわよ。マリサ、すごい、とっても上手ね。マリサ、ごめんね。マリサ、マリサ、助けて。は？夢、か。霊夢の夢。霊夢、せめてもう一度だけ。来てしまった。でも、怖くてダメだ。足が震えて。次もまたあんな態度をされてしまったら、私は。って、門が閉まってる。はは、やっぱりそうだよね。霊夢はもう、私に会いたくなんてないんだ。え？あれはもしかして、私一人勝手に盛り上がっちゃってバカみたい。これ以上迷惑をかける前に、帰ろう。遠くてよく見えないけど、もうこれにかけるしかない。お願い、届いて。うおん？なんか、飛んできた？これは、霊夢。よし、バレてないな。これがバレたら私の計画は全て台無しだ。
そう、これはすべて、私が王となるためなの。ふん、やっぱりね。誰だ？怪しいと思った。最初は子供の私を手助けしてくれてるのかと思ったけど、やることなすこと、全部私が嫌われるように仕向けているみたいなんだもの。ふん、今さら気づいたか。だが感謝するんだな。私が王になるまでの間とはいえ、お前が王になれたのは私のおかげなのだからな。ふざけないで。あんたのせいで、私とマリサは。こんなことして、ただで済むとは思わないことね。ふん、笑わせる。お前に何ができる？所詮はただのガキ。何もできやしない。一つ、いいことを教えてやろう。お前の父親は病気で亡くなった。ではなぜ病気になったのだと思う？それは、私が。王の食事に毒を飲んだからだ。それもすべて、あなたが王になるため？こう、驚かないか。そうだ、邪魔者は排除しておくべきだろう。あんた、こんなことしてただで済むと。おっと、下手な真似はするなよ。逆らった瞬間城中の兵士を集めて、お前など一瞬で牢獄行きだ。クッ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 ク。はっ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 は。そこまでだ。なんだ？霊夢、連れてきたぞー。おい、クソ羊、あれは一体どういうことだ？この看板もお前だろ、何がこの10キロだ、ふざけんな。おい、なんだこれ、なんで国民が大量に。これは。残念だったわね、牢獄に行くのはあなたの方よ。な、バカな、どうしてこんな。お前の悪事もここまでだ。お前は。おかしいと思ったんだ、あんなに優しかった霊夢が、急にあんなことをするなんて。でも、ようやくわかったよ。あの時霊夢が投げてくれた手紙、あの中に全てが書かれていた。あなたが悪事を働いた証拠は、全て私が押さえさせてもらったわ。それを私が受け取って、ばらまいてもらったんだ。王族に仕える執事の悪事、新聞社は輝いた目で食いついてきたよ。お前、すでに母親がいないことを知っていたな。まさか証拠を集めるために、私に従うふりを。ごめんね、マリサ。ひどいこと言って。大丈夫。ありがとう。だがそれがどうした？今からでも強引に王になれば。あなたの悪事が全国民に知られた以上、たとえ王になったとしても誰も従わないでしょうね。それともあなたは、クーデターがお望みか？クソ羊、逮捕されろ。お前が米10キロ作れ。わかってる？あなたは、この国の全国民を、敵に回したのよ。ねえ、本当にいいの？私が王になっても。ええ、あの椅子は、マリサの方がふさわしいわ。とっても優しい、マリサがね。霊夢だって、優しいじゃないか。あの執事の指示だったとはいえ、私は国民に対してひどいことをしてしまった。一度ついたイメージを、簡単に覆すことはできないのよ。私はどこか遠くで、ひっそりと暮らすことにするわ。それがせめてもの、私なりの罪滅ぼしなのよ。それじゃあね、マリサ。お手紙をくれたこと、お城に会いに来てくれたこと、一緒に過ごしたすべての時間を、私、一生忘れないわ。マリサ、今まで、ありがとう。マリサ、バイバイ。待って、やっぱり私、霊夢と離れたくない。マリサ、一度ついたイメージがなんだ。そんなのこれから変えていけばいい。私も影から手伝うから。だから霊夢、もう一度王になってくれ。マリサ、ありがとう。わかったわ。王としてしてしまったことの罪滅ぼしは、もう一度王となって償っていくわ。それに、
マリサと一緒なら私、頑張れる気がするの。霊夢。でもね、マリサ、影からなんて言わないで。え？王になるのは私だけじゃない。あなたもよ、マリサ。霊夢。私たち二人で、この国を変えていきましょう。私たちなら、きっとやれるわ。うん、霊夢。私、頑張るよ。霊夢と一緒に、王様になるよ。ありがとう。あ、そうだ、マリサにお手紙を書かなくっちゃ。ちゃんとした返事、まだ出せていないもの。お返事待たせてごめんね、マリサ。うん、霊夢。私、待ってる。ありがとう。霊夢。よし、できた。お手紙を書き終わったわ。あ、それじゃあポストに。それじゃあ読み上げるわね。え？私の大好きなマリサへ。お元気ですか？私は。待って。え、なんで読み上げるの？だって恥ずかしいじゃない。一人で読まれるくらいなら、読み上げちゃった方がマシだわ。え？私はマリサの言葉大好きすぎて。あー、待って。